はい、皆さん、こんにちは、ジョージです。ちょっとですね、動画の投稿がですね、だいぶ空いてしまいましてですね、まあ、楽しみにしてた人も楽しみにしてない方も、どうでもいい方も含めて、本当に申し訳なかったんですけれども、というのもですね、僕、沖縄に行きましてですね、まあ、沖縄結構なんだかんだ、毎年行ってるんですけれども、相変わらず沖縄の海はもう素晴らしくて、本当に感動的な海だったんですけれども、今回は、座間味島と、赤島と渡嘉敷島に行ったんですけれども、本島からこう、フェリーで行くんですけれども、特に、座間味島と赤島に関してはですね、海まで行くのにですね、ちょっと距離があるんですね。歩くと 1,2 キロなんですけど、沖縄のあの日差しの中を、もう日陰もほとんどない中を歩くのはさすがにしんどいんですよ。なので大体の人が自転車とかバイクとか、まああとは一部ちょっとだけレンタカーとかもあったのかな、あんまりないと思うんですけども、で僕も自転車で座間味島の海まで行ったんですけれども、行くまでにですね、もうめちゃくちゃ坂があるんですよ。もうすごい大きな坂を登っていって、ようやくあの広がる海にたどり着けるわけなんですよ。でまあたどり着いて泳いですごく良かったんですけれども、そのままですね、また違うところ、せっかく行ったので、まあいろんなところを堪能したいというところで、また違うビーチにもまたチャリで行くわけなんですよ。帰ってきたらですね、夕方ぐらいになりましたら、めっちゃくちゃ体が寒いんですよ。夏風邪になったのかな、もう終わった、最悪だ、もう今回の旅行全部台無しだと思ったんですけども、実はですね、体がですね、もう熱くなってですね、日焼けのさらに上の火傷の方ぐらいまで行っちゃっててですね、体が、まあ、冷やそう冷やそうとこう促していって、体中がもう寒くなってたんですよ。毛布とかかけて、で、寝てたんですよ。で、熱があるわけではないんですけど、とにかく体が寒いんですよ。で、そのまんまですね、もうあんまり眠れないんですけども、次の日になりましたらですね、今度はですね、歩行が困難になって、てるんですよ。朝起きたらもう本当におじいちゃんみたいな、こういう歩き方になってるんですよ。それの原因がですね、僕、日焼け止めをですね、顔だけと、あとまちょっと腕ぐらいにつけただけで、それ以外全然つけないで行ったんですよ、調子に乗って。それがですね、不運の始まりになりまして、足のですね、全体裏側部分がですね、もう真っ赤になって、日焼けというよりかもう本当に火傷状態になりましてですね、立ったり歩いたりするだけでもうなんか引っ張られて、すっごい痛いんですよ。いろいろ冷やしたりとか、アロエ塗ったりとかしても、もうなかなか治らないんですよ。まあ、次の日もこう血取りやしながら、もうせっかく沖縄に来たから何としてでも海に入ろうと、体調も全然良くないんですけれども、まあ、なんとか海に入って、まあ、結局1週間ですね、もう体調も悪いし、もう動けないまんま沖縄生活が終わってきたわけなんですよ。で、まあ、帰ってきましてですね、その火傷がまだまだもう全然治らなくてですね、ずーっと体が重たいんですよね。熱を全部持ってかれてるのか、どういうメカニズムになってるかも全然わからないんですけれども、全然体調が良くならないと言いますか、体がずっと重いんですよね。で、ようやく2週間とかそれぐらい経って、来て、まあ、体調が元に戻ってきて、まあ、まだちょっと赤かったりもするんですけれども、今回動画を撮るに至ってるわけなんですよ。僕は本当に沖縄の日差しを舐めてた。まあ、途中でホテルとかで休んでればいいんだけど、せっかく行ったから楽しみたいってことでですね、このクソ暑い沖縄でですね、ウェットスーツを借りて、もう全身焼けないようにして、こんな真夏にですね、ウェットスーツ借りる人なんていないから、すいません、お客さん大丈夫ですか？今こんな時期にウェットスーツ着たら、熱中症になりますよって言われたんですけど、もう大丈夫ですって言って、ちょっともう着て、それで入ったっていう感じなんですよ。もう本当にですね、海は綺麗だったんですけども、後悔のあった沖縄旅行だったという感じなんですよね。まあそれもありましてですね、ちょっと本当に言い訳がましいんですけれども、動画の投稿が空いてしまったわけなんですよね。本当にすごい申し訳なかったんですけれども、またあの動画の方を上げていきたいと思いますので、ぜひぜひジョージミュージックの方よろしくお願いします。というわけでですね、今日なんですけれども、つい1ヶ月2ヶ月ぐらい前ですかね、いやもうちょっと前だったかな、まあ今年に入ってなんですけれども、 SNS とかでも少し話題になりまして、 YouTube でもですね、テケシュン音楽情報っていうですね、音楽を紹介しているチャンネルがありましてですね、その動画もすごく再生されてるんですけれども、日本人の洋楽離れについてですね、今日はちょっと動画を撮っていきたいと思います。ぜひぜひ最後までご覧ください。
ビルボードジャパンがですね、洋楽離れ第5次韓流ブームなどのフレーズが話題になっている今、そのような傾向はヒットチャートにどのように反映しているのかということでですね、あるデータをですね、発表したんですね。年間のビルボードジャパン総合ソングチャートジャパンホット100というですね、チャートでですね、2017年から2023年までにですね、2000人以上にチャートインした楽曲の国別構成っていうのを発表したんですね。2017年から2023年までの間に、どの国の曲が入ったのかっていうのをですね、データとして出して発表したわけなんですよ。で、そのデータによるとですね、まず日本の楽曲っていうのが2021年と2022年に、まあ、少し増えているんですけれども、ほとんど 80% 前後を維持してるんですね。まあ、日本の楽曲っていうのは7年間で、まあ、そんなに大きくは変わってないんですよ。それに対して韓国の楽曲っていうのが 5.5% だったのが 9.7%、 まあ倍近く上がってるんですね。で、逆にアメリカの曲っていうのが 7.5% だったのが 3.8% まで下がってるんですね。で、イギリスの曲が2020年にまあ著しく下がってはいるんですけども、 3% 台を前後を維持してるんですよね。まあ、そもそもイギリスの楽曲っていうのがそこまで比率が高くないわけなんですよね。で、今度は楽曲が占めるポイントの比率っていうのが出ていて、2017年と2023年を比べたポイントの比率なんですけれども、アメリカの楽曲が 8.11% に対して 0.94%、 その他地域が 4.42% に対して 0.47%、 イギリスの曲が 2.89% に対して 0.61%、 どちらも2017年のもう数分の1まで下がってるんですね。もう0点台になっちゃってるわけなんですよ。コロナ禍の影響でアルバムを中心とするフィジカルセールスとライブコンサートが激減する中で、ストリーミングが成長傾向を堅持した。その時期にシェアを大きく広げた K-POP とボーイズグループが牽引して、フィジカルセールスの規模が2021年から復活し、活動制限の解除に伴いライブコンサートの規模も増加していると。音楽の消費の中心がストリーミングに移行したこと、そして K-POP の世界的ブームが反映されたと考えられるというふうにデータが出ているわけなんですよね。なので、まあ今の日本のポップスというか大衆音楽っていうのは、日本の音楽かもう韓国の音楽しか日本人は聴いてないんですよ、簡単に言うと。昔は洋楽を聴いていた人数も一定数いたんですけども、そういった人たちも今はもう聴かない傾向になってしまってるというわけなんですよね。僕も最近テレビとかあんまり見ないんですけども、全く見ないってことはないんですけれども、まあ音楽番組とか見てても、まあ洋楽っていうか欧米のアーティストがあんまり出てないですよね。もう韓国がとにかく多いですよね。昔はレッチリとかアンダーワールドとか普通にミュージックステーション出てたんですけれども、今は全然そういうアーティストが出てないですね。全くゼロではないかもしれないんですけれども、それ以外も音楽番組たまに見るは見るんですけども、まあ日本の音楽とやっぱもう韓国の音楽の勢いがすごいですよね。まあ、それだけ日本人は今日本の音楽と韓国の音楽にシフトしてるので、それ以外の音楽はあんまり取り入れてないし、それをテレビとかで紹介したとしても、まあもしかすると今の傾向だと数字的なものも伸びないだろうし、テレビ側としてやメディア側としてもそんなにそういう人たちを紹介してないっていうのが今の現状かと思われるんですよね。このデータを元にした動画がテゲチュン音楽情報っていうところでですね、すごく再生されておりまして、これに対してですね、もういろんなコメントが来てて、僕も見させてもらったんですけれども、コメントの中に多かったのがテゲチュン音楽情報の2人も言ってたし、コメントでも多かったのが日本の音楽が圧倒的にクオリティが上がったというコメントが多かったんですよね。昔は洋楽のメロディーラインが素晴らしかったが、今は日本の方がバラエティに富んで楽しいとか、あとは現代の日本のポップミュージックの質が今までにないくらいいい、わざわざ海外の音楽を聴かなくてもかっこいい音楽が国内に見つかりやすいというようなコメントなんかが来ていて、これにプラスしてテケシュ音楽情報のお二人も日本の音楽のクオリティが上がってるという風に紹介をしていたんですけれども、これ上がってるってどう上がってるんですかね。僕個人的にはそれを知りたいんですよね。日本の音楽って上がってるんですかね。どう上がってるんですかね。クオリティ上がって日本の音楽がいいという風に言ってるんですけども、何が良くてどう上がってるんだろうかっていう風に僕はちょっと思いました。むしろまあ日本の音楽番組とか見てると、ちょっとやっぱり K-POP に傾倒したというか、 K-POP 寄りの音楽作りのものがすごく増えてる気がして、で K-POP っていうのはアメリカを意識した音楽作りになってるので、結局
アメリカっぽい曲になってる感じの傾向は僕個人的にはするんですよね。日本の音楽全てがそうではないんですけれども、 K-POP がアメリカで成功してさらに日本でも成功したことによって K-POP に寄せた音楽作りになっているっていうような傾向は僕個人的には見て取れるんですね。それが音楽のクオリティが上がってることなのかそうなのかっていうのがちょっとわからないですね。ただ僕個人的にはこれだけ K-POP の音楽日本に入ってきたことによって改めて気づいたのが、日本の音楽って日本の独自性を持っててすごく良かったんだなっていうことにちょっと気づきましたね。日本のポップの80年代90年代2000年代と元からこうあった日本の音楽っていうのが、これだけ韓国の音楽が出てきた中で比較をすることができて、で改めて振り返ると日本の音楽ってちょっと前までは良かったんだなっていう風に僕は個人的には思ってますね。あとは昔の方が洋楽が良かったとか、昔の洋楽のメロディーラインは素晴らしかったとか結構言ってる人もいたんですけども、これ言ってる人多分結構年齢上の人なんじゃない、30代以上とか40代以上の人が言ってるんじゃないかと思うんですけれども、これもうみんな言うんですよ。音楽昔の方が良かった、映画は昔の方が良かったって言うんですけれども、そんなことないと思うんですよ。僕年齢を重ねるにつれて音楽ってだん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 聞かなくなっていくと思うんですよね。まあ、それは生活が変わったり仕事が変わったり他にもやることが増えてくるのが脳が退化してるのかまあわからないんですけども、年齢が上がるにつれて音楽以外のものをもっとやらなければいけないものが増えてきて、音楽ってだんだん聞かなくなっていくっていう傾向が多いと思うんですけれども、あんまり昔に比べて音楽体験が少ない中でたまたま目に入ったりたまたま聴いた音楽で判断するので、その曲が昔に比べて良くないなとか昔に比べてメロディーラインが少ないなとかっていう風に言うんですよ。みんな言うんですよ。でもそれは今の音楽を調べてないだけ、今の音楽をディグってないだけなんですよ。若い時の好奇心が今なくなってるだけで、昔の方が良くて今がいいなんてことはないと思うんですよね。なのでその発言っていうのは僕はちょっとあんまり賛成はできないですね。あともう一つ多かったのが、洋楽を聴かない原因としてヒップホップが主流になって早すぎて聞き取れないし、仕方なく歌詞見てもドラッグ、セックス、マニーとか言ってて、普通に育った大多数の日本人には共感できない、日本人は友情、努力、勝利のアニメで育ってますからというふうに書いてる人とかもいて、ラップとかヒップホップが最近増えてて、まあ、歌詞が理解できないとかいう人がコメント欄にあったんですよね。ヒップホップって80年代も90年代も2000年代もずっと人気あるんですよ。ずっとチャートに入ってるんですよ。むしろ最近のチャートの方がちょっとヒップホップ少ないぐらいなんですよ。これは今に始まったことじゃないんですよね。海外の音楽はヒップホップが多くなったから洋楽を聴かなくなったっていうのは、それはちょっと海外の音楽をあんまりちょっと知らない人が言ってるんじゃないかなって感じはします。まあこれに関してはいろいろ反論とかあるかとは思うんですけれども、これが洋楽を聴かなくなった原因になってるっていうことであれば、ちょっと浅いんじゃないかなっていうふうには僕は思ってますね。そしてもう一つですね、日本レコード協会というところがですね、統計をまた出しておりまして、2010年から2023年の14年間で無冠新装っていうのが倍以上増えてて、16.2% から 44% になっているんですよ。これがどういうことかっていうと、そもそも音楽を聴いてないんですよ。通常は年齢が上がるにつれて音楽に対しての無関心層っていうのが上がっていくんですけれども、このデータですと高校生と20代で音楽に対しての無関心層っていうのが増加傾向にあるっていう統計が出てるんですよね。本来聴くはずの若者層っていうのが今音楽を聴かなくなっているという統計が出ているわけなんですよ。で、音楽を今聴く手段としてもう圧倒的に多いのが YouTube、 もう半分以上が YouTube ですね。2022年と比べると多少は下がっているんですけども、やっぱり半分以上が YouTube で、もう YouTube が圧倒的に下がってはいるものの強いですね。で、それ以外だと TikTok とか SNS の増加傾向にあって、まあ、若者になればなるほど TikTok の視聴が増えているというわけなんですよね。まあ、なので若者はそもそももう音楽を聴かなくなって、
ていて、弾いたとしても TikTok とかで聴いていると。で、テケシ音楽情報の紹介だと日本だけがこういう傾向になっているんじゃないかというような感じの動画で上げてたんですけれども、僕の動画にも以前にも出演しているトムにですね、今アメリカって若者って音楽聴いてるのってことでちょっと聞いてみたんですけど、アメリカもどうやら同じみたいなんですね。どこかの調査とか統計があるわけではないんですけれども、アメリカも同じく若者のが音楽があまり聴かなくなっている傾向がどうやらあるみたいなんですよ。なので、まあおそらくヨーロッパとかもそうなんじゃないかなって感じがするので、まあ YouTube もそうなんですが、 TikTok の影響っていうのがものすごくてですね、このビジネスインサイダーっていう記事に書いてあったんですが、もう TikTok っていうのがもう新しい音楽を発見するためのプラットフォームになっていて、レコードレーベルとか音楽マーケターとかアーティストとかその他のクリエイターが TikTok に曲を大量にもう投稿してるんですよね。今や TikTok っていうのが音楽アーティストやレコードレーベルにとって欠かせないプロモーションツールになっていて、マーケターを曲の人気を盛り上げるためにインフルエンサーを雇い、ファンによる波を起こすことも行っていると。ここ数年レーベルがアーティストを脚光を浴びさせる大きな手段となっていると。さらに紹介したクリエイターにもお金が入る手段となっていると。ブラジル、インドネシア、オーストラリア、メキシコ、シンガポールで独自の専用音楽ストリーミングアプリ TikTok ミュージックっていうのを立ち上げて、音楽ビジネスへのさらなる進出を進めていると。音楽分析会社 MRC データが2021年に TikTok 向けに実施した調査によると、アプリユーザーの 67% は TikTok で聴いた曲を音楽ストリーミングサービスで探す傾向が多いと。音楽戦略においてショート動画っていうのが、まあ、一つの焦点になってるわけなんですよ。音楽っていうものを今 SNS で聞く時代っていうのが、まあ、到来してるわけなんですよ。まあ、これは日本だけじゃなくて世界中でもうそういう傾向になっているわけなんですよね。まあ、これに関してはまあ以前にも僕動画で上げたんですけれども、ボタンを押してすぐ分かりやすい曲っていうのが増えてる傾向があるということなんですよね。まあこれはもう SNS の流れで止めることができないので、今はこういう時代っていうことで受け入れていいんじゃないかなっていう感じはしますね。で、そしてですね、もう一つ統計がありまして、僕のこのチャンネルはですね、エレクトロニックミュージック、電子音楽を紹介しているチャンネルなので、一体電子音楽の傾向ってどうなってるのか、ここ最近どうなってるのか気になりません？リンクトインがですね、こんな調査結果を出しておりまして、2024年にですね、世界でストリーミングされた上位100曲のうち、エレクトロニックトラックが 25% を占めた。エレクトロニックミュージックのリスナーの 60% 以上が毎日音楽を聴いている。エレクトロニックジャンルのレコード売り上げは回復して前年比 15% を増加した。デジタルダウンロード自体は 10% 減少したが、ビートポートはトラック販売が 20% 増加したと。DJ 中心のプラットフォームの重要性が継続していることが浮き彫りになったと。世界のエレクトロニック音楽フェスティバル市場は2024年に 5% 成長していると。でトゥモローランドには推定300万人が来場し、世界最大のエレクトロニックミュージックフェスティバルとなった。でイビサ島のクラブ収益が 8% 増加し、その大部分はエレクトロニックミュージックによるものだった。バーチャルリアリティコンサートには50万人が来場し、2023年から倍増した。もう世界では仮想空間のコンサートがどんどん増えていってるわけなんですよね。でベルリンはテクノの首都としての地位を維持しており、このジャンルに特化したクラブが150件以上あると。サウンドクラウドの電子音楽のアップロードが 50% 増加した。あとは AI が生成した音楽トラックが人気を博していて、電子音楽のリリースの 5% が AI コラボレーションによるものとなっていると。で電子音楽フェスティバルの 10% で AR パフォーマンスが導入されていて、で 3D サウンドテクノロジーっていうのが世界中のエレクトロニックミュージックのクラブの 20% で採用されていると。これは非常に興味深いんですが、エレクトロニックミュージックのリスナーの 45% は18歳から24歳なんですけれども、45歳以上のエレクトロニックミュージックリスナーは 30% 増加していると。 YouTube は Z 世代の間でエレクトロニックミュージックを発見するための主要なプロットフォームになっています。
ってる。まあこれは同じですね。で、エレクトロニックジャンルに特化したポッドキャストやラジオ番組のリスナーは 20% 増加していると。アジアでもエレクトロニックミュージック市場は 15% 成長して、中国が成長を牽引していると。で、アメリカが依然としてエレクトロニックミュージックの収益における最大の市場になっていると。で、エレクトロニックミュージックに特化したスタートアップへの投資っていうのも倍増していて、なおかつ、これも非常に興味深いんですが、アンビエントミュージックのリスナーが 40% 増加して、最も急速に成長しているサブジャンルとなっているというふうに書いてあって、まあそれ以外にも電子音楽の世界市場っていうのがどんどん伸びているというですね、紙にすると8ページぐらいになるデータっていうのがありましてですね、電子音楽っていうのは、まあ圧倒的に伸びているというデータがあるわけなんですよ。まあこれは僕が電子音楽を紹介しているチャンネルをやってるので非常に嬉しいんですけれども、エレクトロニックミュージックっていうと、まあやっぱ圧倒的に EDM のパイっていうのは多いんですけれども、アンビエントも増えてるし、まあ以前にも紹介したんですけども、EDM が伸びることによって、テクノとかハウスとかトランスとかエレクトロニカとか、他の電子音楽にも派生していくので、まあ明らかに電子音楽全体が、リスナーが、まあ増えていて、なおかつアンビエントも増えてるというデータが出ているわけなんですよ。これは僕としてはめちゃくちゃ嬉しいわけなんですよ。そもそも日本の中でもマイナーなところに位置してるこの電子音楽っていうのが、まあ、世界で比べると伸びてる傾向になっているっていうのが、まあすごく嬉しいですし、まあこのチャンネルをやっていてよかったなと改めて思う瞬間のデータなんですよね。日本でも K-POP がこんだけ来る前は EDM が結構来てて、日本の音楽も結構 EDM を取り入れてた時期もあったんですけれども、今では少しちょっとそれが減少傾向にはあるんですが、まあ、世界的にはこの電子音楽ってもの自体がすごく広がりを見せてリスナーが増えているわけなんですよ。で、最後にですね、僕の個人的な意見としては、そもそも音楽を聴く若者が減っているというふうな、まあ、統計があるんですけど、あんまり僕そういうふうにちょっと思ってない部分がありまして、お金を払って音源を聴く人っていうのは明らかに減ったと思うんですよね。90年代のもう後半から CD の売り上げって落ちてるので、そもそも音楽を聴いてる若者が減ってるっていうことだと思うんですけど、そんなに減ってないんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってて、結局 SNS が出てきたことによって、まあ、音楽の聴き方に多様性が出てきてますよね。もういろんな媒体でみんな音楽を聴いてて、すぐ聴けてすぐ飛ばせるしすぐ早送りできるし、もう音楽を聴くことにそんなに昔に比べて苦労する必要がないですよね。音楽を聴くことに対する重みっていうのがもっとライトになってると思うんですよね。で、これは映画でも同じで、サブスクが出てきたことによって映画館に行く人っていうのが年々減ってきてるんですよ。原因は自宅で見る方が楽だからっていう人が増えてるのが多いみたいなんですね。で、これみんな今は SNS とかサブスクで音楽聴いてると思うんですけど、統計っていうのがそもそもそんなに取れないと思うんですよ。動画を見るため目的で見る人と音楽を聴くために動画を見る人もいるし、 TikTok でも Instagram でも同じですよね。動画とか写真とかを見る目的で見てるけど、その中には音楽を聴く目的で見る人もいるから、まあ、あんまりそんなに統計自体は取れないんじゃないかなっていう感じもするんですよね。なので僕個人的にはいろんなこういう今回すごい統計を紹介したんですけど、音楽を聴いてない若者が増えてるっていう統計はあんまりちょっと信憑性がないんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってたりもします。分散されてる分聴く時間も分散されてるだけなんじゃないかなってちょっと個人的には思ってます。しかも昔に比べて音楽制作自体は簡単にできるようになったし、安価にパソコンとか機材が買えるようになって、しかもプラットフォームっていうのがもういろんなところで共有できるし、アーティストにとっても自分の作った音楽がたくさんの人に一気に共有できる機会っていうのが昔に比べて増えてると思うんですよね。昔映画とかテレビ番組とか
ゲームとか広告とかこういう CM の音楽って本当に有名なアーティストしか使われてなかったんですけども、最近はインディーズの楽曲とかすごい使われるようになってて、昔にでは考えられなかったと思うんですよね。なのでまあテレビとか雑誌だけがもう一枚岩っていう、もう時代は終わったわけなんですよね。いろんな人がもういいサウンドで音楽を作れて、いろんなところで紹介できて、いろんなところで収益化することができるようになってるんですよね。アーティストにもいいし、リスナーにもいい時代にはなってるわけなんですよね。この SNS 時代っていうのはいい部分もあるし、まあ悪い部分もあるんですけれども、今はそういう時代が到来してるし、まあいずれこの時代が反発されてまた違う時代も来るとは思うんですけれども、まあそもそも電子音楽自体がボーカルっていうのがまあない音楽のものの方が多くて、洋楽も邦楽も ないし、打ち込みとかシンセとかドラムとかハイハットとかベースラインのこういう微妙な音の変化を楽しむもので、むしろジャンルによってはメロディーラインが重要でないジャンルもあったりもするし、僕はこの電子音楽自体っていうのが成長してるのはすごく嬉しいし、もっともっと電子音楽を聴く人が増えていってほしいと思ってるし、もっと日本で広めるためにこのチャンネルをやってるっていう部分もあるので、まあ、ちょっと今回いろいろ飛んで何をやってるかちょっとよくわからない部分もあるはあるんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、洋楽離れの日本と、あと音楽が聴かなくなっている若者についてちょっと取り上げさせていただきまして、それと僕のちょっと意見と電子音楽に対する考えっていうのをお伝えさせていただいたわけなんですよね。ちょっと皆さんの意見もぜひぜひ聞きたいですよね。今皆さんって洋楽聴いてるんですか？電子音楽についてどう思ってますか？若い頃と今に比べて何か音楽のに対する聴き方とか変わってましたか？ってこれも本当に皆さんの意見がすごい聞きたいですね。今回の動画に対してはいろいろ批判とかあるかなとは思ってるんですけども、僕個人的にはそういう風に思っております。ありがとうございました。